印通りから1519年9月8日は、室町時代の日本の学僧。そまたもつ陰遁症を代表とする著作と多数の写本を残しており、1508年に書写したゴミ袋は国の重要文化財に指定されている。晩年は関東における新言州の復興に努め、入弱の後、関東の団六64箇所では印、通るの肖像を掲げて、 毎年供養したという。2018年には500回紀法絵が三階寺と看護寺で行われた。1435年、武蔵国続き郡久保村に生まれる。寺は、来乗り。三保町には印通る部湯の井戸が近年まであったという。幼少の頃より仏門に入り、1459年に三階寺の賢継から第五御保院流を伝授され、 1469年に三階寺で再陰流納お前方を伝授された。1469年頃から1474年頃までは高野山無料公園に滞在した。1480年には看護寺で再陰流、原油方を、宝政治で再陰流納お前方を伝授され、1481年に宝政治で再陰流、原油方を伝授された。 1469年以降、印ールは多くの弟子に法を授けた。主な弟子として、竜下寺を解散した通る弁と高野三婚号ージの第187代剣業となった各勇がいる。生涯にわたって、陰ールは多くの書を表し、膨大な数の著者をした。代表的な著作である、ソマタモツ陰遁書20巻は80歳の時に完成した。 看護寺の印通る法院ボジリンに、陰通る法院と刻む1519年9月8日に、看護寺または、三階寺で入学した。辞聖の歌は、生止め、茂るアジアマリサトライレイハシモリテン五本能、不正見切り子奏主霊。看護寺及び、三階寺には、五輪塔形式の印、通るの墓があり、いずれも、横浜市の文化財として登録されている。また、 東高寺にも墓碑がある。入着の後、関東の団林十四箇所では印、通ルの肖像を掲げて、毎年供養した。その一方で、当時の助恵ぐみら中央の新言宗教団からは、著作に対する痛烈な批判を受けた。少年の頃、印通ルは、久保屋との滝で心身を清めてから弁学に励んだと言う。現在は、滝水は流れていないが、 不動明王が祀られており、久保谷とお滝様として、緑区遺産に登録された。印通るは、読書を好み、外出の際には必ず牛の倉に文卓をつけて行ったと、本庁高僧伝は記している。三階寺に伝わる江戸時代の印通る像においても、印通るは牛に乗って、巻物を読み、牛の角には、教官がかけられている。 恩田川にかかる小山橋はかつて念仏教と呼ばれ、印通るが書けたと伝えられており、緑区遺産に登録された。印通るが残した著作と写本は、信言、失端、音韻、監視、密教図像、辞典等、広きにわたり、数も多い。しかし、印通るの著作の目的は主に弟子の育成にあったため、一部の例外を除くと、自習内にとどまり、 世俗への広がりには欠けるものであった。と、多数ウーア国書総目録には157の著作が収録されている。以下の寺院は印徹が中興したと伝えられている。ありがとうございます。